はいどうも LDH ボーカル講座へようこそ。このチャンネルでは LDH の楽曲を歌唱分析し発信していくチャンネルです。ここの情報が少しでもカラオケなどの参考になれば嬉しいです。今回は3代目 JSOUL BROTHERS さんのホワイトウィングスを歌唱解説していきます。この曲は同時に発売された3代目さんの曲冬空とは対極する曲調となっており、冬空はしっとりとしたバラードだったのに対しホワイトウィングスは少し温かみのあるバラードとなっています。バックミュージックも温かな未来を連想させるような感じに仕上がってますので、歌う際もそういう雰囲気を出してもらうと、うまく歌えると思います。では解説していきます。よろしくお願いします。Why wings for you? Yeah. 君の抱えてた悲しみはもう僕の想像をはるかに超え、どんな言葉を選び慰められるのかわからなくて辛いよ。はい、 A 面から解説していきます。最初ですね、イントロのところで、フェイクが入っております。 Why wings for you Yeah、まあ、ここに関してはそんなに、難しくないと思うんで、しっかりとご本人の、CD 音源聞いていただいて真似するような形で、いいかと思います。 A メロの1行目ですね、君の抱えてたと悲しみはもう僕ののところ、しっかりとためを入れてください。君の抱えてた悲しみはもう僕ので、ここの脳で、ウィスパーボイス、生き物の多い声ですね。と言っても、そんなにしっとりとしたドバラードではないので、普通の地声にちょっと息を多く、混ぜるぐらいで、いいかと思います。これはこの曲に出てくるウィスパーボイス全般に対して、言えることです。悲しみはもう僕のちょっと優しく、柔らかく歌うような感じですね。で、A メロなんですけども、田坂さんのパートで、黄色の部分はしっかりとエッジボイスが入っております。というような、呪音というあのホラー映画で出てくるような声ですね。想像をはるかに超え、どんなどんな、ちょっとエッジに引っ掛けるような感じで歌唱していきます。慰められるのか、ここのルーのとこですね、フォールといって、上の音から下の音に流れるように落ちていくような表現がされています。慰められるのか、るのか、るのか、わからなくて、わからなくて、ここ、少し難しいですね。エッジボイスで引っ掛けてアクセントを入れて、その後は、ウィスパーボイスの処理。わからなくて辛いよというような感じになります。全然青くない青春を過ごし泣いてた君へと会いに行けたらいいのに、迷わず心ごと掴んで引き寄せて時を駆け抜けるのに。はい、B メロの解説ですが、B メロですね、A メロが終わって、ドラムの音が、バックミュージックで入ってきます。なのでそのドラムの音をちょっと感じながら、A メロとはまたちょっと雰囲気を変えて歌っていくというのが基本になります。で、歌い回しのポイントですが、全然青くない、ここ、ためを間で入れてください。青春を過ごし泣いてた、ここもためを入れてウィスパーボイス、ちょっと優しく、丸みのある声で歌ってあげます。ここのワンフレーズは、間が、ブレスなしで、今市さん歌ってますので、真似してみてください。君へと君へと
愛に行けたらいいのに、ここの愛に行けたらのらですね、ここは今市さん独特の歌唱法で、子音を一回言ってその後ちょっと、間を空けてからの母音が入るという、テクニックが、されています。ちょっとこれをすることによって、切なく聞こえたり、バラード向きの歌い方になるので、ぜひ真似してみてください。愛に行けたらいいのに迷わず心ごと、ここは、綺麗なファルセットに切り替えてください。ファルセットに音が飛べない方は、ここのパートだけですね。迷わず心ごと、ここばっかりもう練習してください。猛練習ですね、ここの箇所だけ。まあ、裏声の出し方とか、ミックスボイスの出し方っていうのはまた動画で、いつか解説できたらいいなと思ってますので、楽しみにしておいてください。まあ、言うてもね、ネット検索してもらったら、まあ、バンバン出てくるんで、その出し方とか、コツっていうのは、そういうの参考にしてもらって、練習するのもありかと思います。でその後ですね、掴んで引き合わせて、ここの引き用の用も、今市さん独特の歌唱法が入ってます。子音を発声してその後間を空けての、間を置いて母音を言うという歌唱法ですね。掴んで引き寄せて、でここの手、最後の手で、しゃくりの音が入ってます。下から上に上げるような音ですね。掴んで引き寄せて、時を駆け抜けるのに、最後の駆け抜けるのにの2のところで、しっかりと伸ばしていただいて、しかもここはクレッシェンド、サビに向かって強い勢いを出すような感じで歌っていきます。で最後にビブラートできる方はビブラートで揺らしてみましょう。あの日に流せずに閉じ込めた涙全部僕が受け止める、君の明日は僕の明日になって、ずっと愛したい Why Wings for You。 はい、サビの解説になりますが、まずですね、サビは、アクセントを意識してください。流せずに閉じ込めた涙全部君の明日は僕のずっと愛したい。アクセントにまずは、意識を置いて歌ってみてください。で次に、肝心なんが、リズムを取っていく上で、子音を強調する部分が、ありますが、ここの子音を強調する部分、非常に大事になります。流せずに閉じ込めた、ここの子音を強調するかしないかによってだいぶ雰囲気が変わってしまいます。なのでぜひ子音を強調するっていうのは、分かりやすい部分はこちらの歌詞にアルファベット振ってると思うんで、それを参考にして子音をちょっと意識してみてください。でこのサビなんですけども、音が非常に高いと思います。結構ね、上の層の音を連発するんですけども、この層の音っていうのが、まあ一般的にですね、男性、声が低い男性の方とかだと、ちょっと出ないよっていう方結構多いと思うんですよね。なのでまあ初めはね、僕いつも言ってるんですけども、芯のある裏声、ヘッドボイスで、代用してもらって、そこからねどんどん地声の成分を、入れていくような感じで試行錯誤して歌ってみてください。あの日に、ここのの日にもう全部層の音です。あの日に、で次も流せずに流せず、ここも、もう層の音、高い層の音になってるんで、まあ地声っぽく聞かせれるように、何度かですね、その裏声、ベースは裏声になるんで、そこを何とかこうごまかして、地声に聞こえるように、歌ってみてください。2行目のとこですね、僕が、ここ、高い音でミックスボイスになってるんですけども、ちょっと息を多めに出してあげて、ウィスパーっぽく、登坂さんは聞かしてます。
涙全部僕が受け止める。僕もちょっとうまいこと、できてるかはちょっとわからないんですけども、非常に難しい表現になるので、まあちょっと難しいって方は普通に、声張っていただいて、もういいかなと思います。で、明日になってのとこですね、ここのあは、エッジボイスで、トサカさん引っ掛けてますので、ぜひ真似してみてください。呆れるほどに汚れた石を磨き、ダイヤモンドはきらめいて生まれる。未来は君にとって過去よりはるかに長く美しい。僕にはわかるんだ。はい、サビの後半ですね、今市さんのパートですが、基本的には、前半登坂さんのパートと、あまり変わりません。アクセントに、意識を置いていただいて、子音の強調ですね、ここで言うと、生まれる、2行目の生まれるのとこの間のところで、子音が強調されています。きらめいて生まれるという感じですね。で、1行目の、緑のフェイクのポイントなんですけども、これが非常に難しいです。石を磨き、石を磨き、音は、フォールで落ちていくような音程になってるんですけど、ガーのとこですね、ゆっくりやってみると、石を磨き、石を磨きと、ガーのとこで音程がガン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 ガーンと、一回上がってからの階段で下がるという技が、一瞬の間に、含まれています。呆れるほどに汚れた石を磨き、で一瞬の間に、入ってるので、フェイクがちょっと苦手だという方は、やはりですね、お家でゆっくりまずは練習してみて、カラオケで、実践できるように、練習しましょう。で、3行目のところの、緑のフェイクのポイントですね、ここにも、一瞬でフェイクが入れられてます。過去よりはるかにというフェイクですね、少しクリックリッとする、まあ、拳のようなものですね、ここでも一瞬で入れられております。今市さんはね、ソロの方でも R&B を結構推してますので、こういったフェイクとか拳っていうのは、R&B の歌唱法で、すごく多く含まれる表現になります。なので3代目の歌でも、こうした、今市さんのパートでは、細かいフェイクがくる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 と、何箇所にも入ってるというのようなことが結構あるので、ちょっと皆さんね、今市さんのように歌いたいという方は、このフェイク、必ず練習していただいて、自分のものにしてしまいましょう。で、最後のですね、長く美しいのう、ここの音程はしゃくりですね、下から上に音程が上がるという、しゃくりの表現が入ってます。長く美しい、長く長く美しい、うーと、うーでしゃくりを入れてください。最後は、わかるんだ、サビの最後になるんでビブラートをかけて4位を残してあげましょう。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。実際はね、カラオケなんかでしっかりと、バックミュージックの雰囲気、感じてもらって、しっとりと、まあ、しすぎないようにですね、気を使ってみてください。まあ、同時発売された冬空と、ホワイトウィングスですね、この雰囲気の違う2曲をですね、カラオケなんかで、うまく歌えたらですね、まあ、かっこいいと言われることは間違いなしです。冬空の解説も、概要欄に載せておきますので、またチェックしてみてください。はい、この動画を見てくださってね、少しでもカラオケなどで、まあ、うまく歌えそうやんって思っていただけたら、嬉しいです。今後もこうした LDH のアーティストの楽曲をどんどん解説していこうと思っています。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。